重心化使います。で、重心化してアンチブロックついたんですよね。だから、新アマテラスの、さらに適正になったんですよね。で、結構前、2年前かな、昨日の動画でも軽く言ったと思うんですけど、2年くらい前に神化のラミエルの、ワンパンを、動画出させていただいたんですよね。だからそれの重心化バージョン、結構それも、新アマテラスに、使えたんですよね。だから、その時はアンチブロックなかったけど、こっちはアンチブロックついたから結構使いやすくなったんですよね。でさらに火力も高くなったのかな。で、SS って確かあれ神化の時って貫通タイプになって一番よく忘れてる。でこの長距ヨーヨー弾、長距ヨーヨー弾だっけ、超ヨーヨー弾、まあこのヨーヨー弾も結構バカにできないんですね。バリア割ってからこのヨーヨー弾発動するとさ、結構ほら結構地味だけど地道に削っていくんですよね、じゃないよ。だから、1体であんな感じに削れるから、2体とか3体ヨーヨー弾当てると結構やばいんですよね。テストプレイした時に友情でやれるんだと思ってます。うわ、これ当たってるかな。あ、当たってないよ。で、うわ、ダメか。そしたら、はい、よし、OK。で、フィニッシャーに来る。で、切り食らっちゃうけど、まあ大丈夫ですよ。倒します。で、モンストシャトルの、SS を使って、ブーストをして、そっから、地雷拾って、SS、ラミエルの SS 使って、弱点当てれば、ワンパンいけそうだね。そしたら、はい。で、で、テストプレイした時に気づいたんだけど、このアマテラスの距離と、アマテラスの距離、このギリギリちょっとこう離れてると、弱点にギリギリ当たらない時があったんですよ。だから本当にこの、上のこの地雷と、
右下の地雷と弱点を当たる感じの距離じゃない、距離っていうかまあ行く感じ、まあ本当に綺麗に行く感じじゃないと難しいかな。これいける、さすがにいけるかな。弱さも全部自分だから、絶対守るんです。あいやいや当たんなかったか。いやショットが本当に細かいとこにすると今みたいになんか弱点当たってるようで当たってないですよね。だからもう、そしたらで殴って殴ってまあ2段階じゃなくてもまあ1段階のまあアンパンできるのかな。これで逃がさないと言った。ビッグダウンシャトルブースト。でも火力高いから1段階でもまあ1段階でもブーストさえすれば実質2段階だから、テレトリカ使って。それを決めるのは私ではない、ユーマ自身だ。はいはいはい、鏡が映すは真なる姿、わらわにその力を示すがよい。でおおあ結構微妙な配置。ワンパンとかまあこれで楽にはなってると思うんだけどね。ラビエルワンパン、はい、だからまあラミエルある人はアマテラスにまあラミエルを連れて行って、これさすがにいけるの。これで弱さも全部自分だから、さあ2段階じゃないかな。あ4億4000万わらわにその力を示すが1段階でも やっぱり結構出るね。4億4000万でってことは2段階だったら終わってたね。あれじゃあ何も倒してしたら、はいはい、したらそれでこういってこういってでイザナミ倒す。でこれ地雷当たってたらワンパンいけんのかな。まあ、まあ使わないけど。そしたらこれでこういって、あ終わった。そなたの力、太陽神アマテラスが保証するのじゃ。まあやっぱラミエル普通に火力強いよね。それはよくごきげんよう。